どうもゆりです。はい、1週間経ちました。この動画は TikTok と YouTube ショートでアップしてるわけですが、 YouTube ショートで少しずつコメントや高評価などで、反応していただけるようになって本当にありがたい限りです。予約が取れなくて1月後になってしまうんですけど、ラテアートのセミナーに参加してみようと思います。しっかりとね、基礎を教えてもらってから練習した方が効率よく練習できるかなと思いましたので、ということで、この一月の間はできるだけスチームの研究やエスプレッソの抽出の研究をしつつ、セミナーのために勉強していこうと思います。その方がね、セミナーでの勉強、学びの吸収も早いと思いますので、ちょっと今日はダメでしたね。悔しいですが明日も頑張っていきます。